ナターシャ・ハレビは、カリフォルニア州ロサンゼルスを拠点に活動するアメリカの女優、監督。トロマの、b c ブッチャーのアナコンダ役、ランチ、ブレイクフェミニストクラブのカーラー役、ゼイオントディック・ディックスターのアレクシス・シャイン役などで知られている。彼女の監督作品は、クリプト・ TV、ミッドナイト・パルプ、スクリームボックスで見ることができる。また、ホラー・アンソロジー、 ファタールコレクティブブリードを制作した女性クリエイター集団ファタールコレクティブのディレクターでもある。カリフォルニア州ベンチュラに生まれ、セント・ボナベンチャーハイスクールで学んだ。その後、カリフォルニア大学デイビス校で生物学の学士号とドラマティックアートの学士号を取得した。大学在学中はアウトドアアドベンチャーズ社で、ラフティング、シーカヤック、ロッククライミングのガイドも務めた。 二重大前半はコロラド州ボルダーに住み、そこでサステナブルデザインの仕事に取り組んでいた。2014年にはロバート・レイ・シェイファー、ティム・ラス、ティム・アベル、リチャード・グリエコが出演するダークコメディー、ジェイ・ウォント・ディック・ディックスターで長編映画初出演を果たした。同年、カンザス・ボーリング監督の b c ブッチャーで主演を務めた。2015年には長編映画 トビー・ゴーズ・ツー・キャンプとコップ・アホリックで脇役を演じた。ハレビは2015年12月12日に開催されたハリウッド・アンド・バイン・フィルム・フェスティバルでベスト・アンサンブル・キャスト賞を受賞したランチ・ブレイク・フェミニスト・クラブの監督とキャストの一部を務めた。2019年、ハレビはジェニファー・ホランド、ティファニー・シェピス、クリスタ・アレン主演のビューティージュースを監督した。 この映画はアトランタホラー映画祭で観客賞を受賞し、ジャック・デイビスとイーライ・ロスが設立し、ジェイソン・ブラムとブラムハウス・プロダクションズが支援するケニー、あるホラー配信会社クリップと TV で配信された。ハレ日はアンソロジー、ファタールコレクティブ、ブリードの一部を女性ホラー監督集団ファタールコレクティブの一人として監督した。彼女はファタールコレクティブの 創設メンバーの一人である。ファタールコレクティブのメンバーには、ローラ・ブラン、ダニン・ジャッキー、フランチェスカ・マルドナード、メーガン・ローサチなどがいる。ファタールコレクティブ、ブリードは2019年に、フィルムクエストでプレミア上映され、映画の業績に対する監督賞を受賞した。このアンソロジーは、ファンタスティック・フェスト、オーバールック映画祭、ブルックリン・ホラー映画祭でも上映された。 映画2019年に俳優のショーンガンと結婚した。ありがとうございます。